三井貢献から1945年5月31日は、日本の実業家。三井五福店社長や、三井物産社長、三井銀行社長、三井合名副社長等を歴任した。別名に、総研、研三郎、玄衛門、小田金、佐吉安、超高利、超高利格、普及、安子屋、風はまぐり、新田、創始家、創始家格、右り青切り、 日本人、大生。三井松坂から七代当主三井孝敏と、母久家との三男兼サブ三郎として生まれ、1883年に三井高明の養子にとなり、その二日後に三井新町家の三井高達の長女磯その婿養子となった。1893年に三井玄恵門を襲名し、1894年三井五福天社長に就任。 1909年三井合名監査役。1912年三井合名監査部長、東新倉庫社長。1913年三井鉱山代表取締役。1914年三井物産社長。1920年から三井銀行社長を務め、1932年には三井合名副社長にも就任したが、 池田重明三井明理事による改革で1934年に退任させられた。美術品の収集家としても知られ、収集した中国古宅本は三井記念美術館に収蔵されている。三井玄瑛門三井玄瑛門ことバンク ABC 三井貢献三井高方20世紀日本人明治天の解説 AB 三井貢献三井高,三井高方デジタル版日本人 明大辞典プラスの解説三井玄衛門三井根、瑛門、デジタル版日本人。明大辞典プラスの解説三井倉庫、三井倉庫80年史、渋沢社史データベース、三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢社史データベース、三井銀行、三井銀行80年史、渋沢社史データベース、三井銀行、三井銀行80年史、渋沢社史データベース、 宇田川勝る財閥の改革者、結城豊太郎と池田重明法政大学、肝臓品の概要三井美術館。ありがとうございます。